スノーパトロールはスコットランドグラス号を主な活動拠点とする北アイルランド人とスコットランド人の混成ロックバンドである。1994年にダンディ大学の学生だったメンバーが出会って意気投合し結成に至る。結成当時の名前はポーラーベアーだったがこの名前がすでに使われていたため現在のバンド名となった。 1998年にファーストアルバム、Songs for Polar Bears。2001年にセカンドアルバム、When It's All Over We Still Have ア Clear Up の2枚のアルバムをリリースするもののこの時点では、インディーズレーベルに所属するマイナーなバンドで大きな注目は浴びず、アルバム、シングルもすべてチャート100位以下だった。2003年、レーベル先をポリトールに移しメジャー移籍後最初の アルバムとなったファイナルストローが全英チャートで3位にランクイン。そこからのセカンドシングルランはラジオで頻繁に流れ各プレスから絶賛を受ける。その結果、アルバムはイギリスで150万枚、アメリカで50万枚を超えるヒットを記録した。2005年3月、他のメンバーとの人間関係の悪化を理由に結成時から所属していたベーシストのマーク・マクレランドが 解雇通告され脱退。代わって、ポール・ウィルソンが加入。4月には、サポートメンバーとして、長年活動してきたキーボーディストのトム・シンプソンが、加入し5人編成となる。この年は、U2 のヨーロッパツアーの前座を務めたほか、ライブ8にも出演した。2006年5月、通算4枚目となるアルバム、アイズオープンが発売。前衛チャートで、ついに念願の1位を獲得する。 さらにセカンドシングル、チェーシング・カーズがアメリカで放送中の人気テレビドラマ、グレーズ・アナトミー・恋の解剖学の中で起用された効果があって、ビルボードチャートで最高5位にランクインした。イギリス出身のバンドが同チャートのトップ5位にしたのは、1993年に、デュラン・デュランがオーディナリー・ワールドで3位に入って、以来13年ぶりの快挙となり、その知名度の上昇とともに、 アメリカでの本格的な成功を収めた。この曲は、オーストラリアとシンガポールのチャート、そして、アメリカの iTunes ストア、ダウンロードチャートでは1位を獲得している。2007年、映画、スパイダーマンさんに、シグナルファイアを提供。2007年7月7日、ライブアースロンドン会場に出演。その翌日、ティー・ンザパークでもヘッドライナーを務める。現メンバー級メンバー。 ありがとうございます。